今回の求愛点は飛び出したままほとんどまっすぐの球が飛んでいくっていう感じですね。まあ、優しいという点では非常に注目されていいモデルかなと思いますね。皆さんこんにちは、クラブフィッター小倉です。今回ご紹介するクラブはこちら、求愛点マックスフェアウェイウッド、ご紹介していきます。求愛点シリーズの、フェアウェイウッド、3モデルあるんですけれども、その中から今回はマックスをご紹介していきます。このマックスはですね、ドライバーも、求愛点マックスというモデルがありまして、フェアウェイウッド、レスキューにもそれぞれマックスがあります。はい、この求愛点マックスのフェアウェイウッドなんですけれども、まずステルス2からですね、まあ、進化した点、なんですが、まずクラウンです。クラウンが前作はねちょっとこうフェース側寄りに金属の部分のフレームっぽいところがあったんですけれども、今回はプルで、カーボンのクラウンになりました。インフィニティカーボンクラウンという技術なんですけれども、全部カーボンにすることによって、まあ、より大きな余剰重量を生んで重心を低くするという部分がまず、進化の一点です。でさらにですね、フェース面、フェース面は、まあ、いわゆるステンレススチールの金属のフェースなんですけれども、今回オプティフェースという技術が投入されまして、番手ごとモデルごとにそれぞれ専用設計したフェースを採用しています。これによってですね、さらにこうミスに強く、より特にこのマックスであれば上がりやすさであったり、やっぱミスの強さ、まあ、そういったところが追求されたフェースが搭載されています。まあ、いわゆる、球が上がりやすくて捕まりやすいというポジショニングの、クラブの流れなんですけれども、前作で言えばステルス 2HD の、流れになります。ただですね、ちょっと私打った感想なんですけれども、 HD のフェアウェイウッドとはだいぶこう毛色は違うかなっていう印象はありました。もともとどちらも捕まる、それから上がりやすさっていうところが、追求されたモデルではあるんですけれども、こっちの QIT MAX の方はですね、一言で言えばこう捕まるっていうよりは左に飛び出すみたいな表現が正しいかなっていう気がいたします。これドライバーにも感じたことなんですけれども、やっぱりその完成モーメントを高めて曲がらないという方向にチューニングされていることもあってですね、左に打ち出してそのままこう強くまっすぐ飛んでいく感じなんですね。でそれをこうドライバーも感じたんですが、フェアウェイウッドはより強く感じたっていう、ところがあります。やっぱり右のミスが嫌いな人にはですね、非常に優しくできたなっていう印象があります。非常にこれ大事だと思うんですね。もちろん曲がるっていう部分は私自身こうボールをコントロールする点で、非常に重要な部分だと思うんですけれども、やっぱりこう安定して球を飛ばすっていうことに関して言えば、やっぱ直進性って非常に重要だと思うんですよ。で特にフェアウェイウッドっていうのは、アマチュアにとってはまあ天敵の一つみたいなもんで、なかなかミート率って上げにくいですし、安定してボールを捉えて球を上げるっていうのはやっぱりこう一つの壁になってると思います。それをですね、まあ、極力クラブで優しくするっていう点では、非常にこの今回の QIT MAX はよくできてるなっていう印象です。まあ、フェアウェイウッド、テーラーメイドはですね、どちらかというと、今回でいうツアーですね、前作でいう、プラスのラインが、まあ、注目されがちです。アスリートが使うとか中級者が使うみたいなところがやっぱり注目されがちですけど、今回のマックスは、まあ、優しいという点では非常に注目されていいモデルかなと思いますね。これね、リシャフトすると大化けするんじゃないかなと思います。しっかり自分のね、キャリーバッグの中のウェイトフローに合わせて作ると、私はこう非常に安定して、それこそグリーンを狙っていけるような、フェアウェイウッドができるんじゃないかなと思いますね。なかなかここにこうね、こうエネルギーを注入するっていうのは難しいかもしれないんですが、曲がらなさ、それからミスへの強さ、やっぱね、上がりやすさ、この辺こうフェアウェイウッドに欲しい性能がきっちり詰まってるモデルですので、フェアウェイウッド苦手な方、ぜひ試していただきたいと思います。